向かったのはコスメ売り場。今海外客で盛り上がっています。この日もポーラと CPB と資生堂とハーバーの商品を買いました。北京の IT 企業でエンジニアをしているというこの女性、小樽や富良野など一人旅、化粧品の購入も旅のお目当ての一つです。はい、12、3万くらい買いましたね。特に予算はありません。いいものなら買おうと思っています。基本的にはスキンケアのラインを化粧水、乳液、美容液という形で揃えられていきますので、そうなると本当にこう10万近くお買い求めされる方もいらっしゃいます。先月も 200% の海外の売り上げございましたので、まだまだこれから2年3年と伸びは続くんではないかなというふうに予測しています。札幌丸井三越全体でも海外客向けの売り上げは40億円と 50% 以上伸びています。ここでちょっと一休み。歴史を重ねた丸井前の建物には大理石が多く使われています。その中には化石が。自由研究で訪れる子どももいるそうです。本当だ。そして最後はこれまた百貨店の顔、婦人服売り場へ。3年前にリニューアルした大通り館3階のレディースフロア、道内初の海外ブランドや人気のセレクトショップが入っています。馴染み客にとどまらず若い客層を狙います。コーディネートしてくれるのはフィッティングアドバイザーとジーンズソムリエの資格を持つ榎本さんです。普段でしたらカジュアルな感じですとか綺麗めな感じ、どちらがお好きですか？カジュアルよりは綺麗めとかスカートとかが多いんですけれども。そうなんですね、ジーンズは履かれますか？ジーンズはあまり履いたことがないんですよね私。そしたらぜひたくさんあるのでお試しになってみられませんか？はい、ハイライズといいまして股上深めが継続、昨年から継続なんですけれども、今年の感じですと、例えばハイライズの太めのストレートを大きくロールアップして履くっていうのが今年のトレンドでして、お似合いになりそうなのか。客のサイズを測って細かくアドバイスする榎本さん。こういったカットソーもすごく可愛いです。私の特徴やジーンズに合ったトップスを合わせてくれます。なんですけれども、はい、結構1枚で様どうでしょうか。じゃん、こんな感じ。ポケットの位置が結構上目ですので、お尻がすごくすっきりなんですよね。ルーズだけどすっきり、はい、で細身なんですが履きにくさはないと思います。そうですね、ちょっと体型が気になるのでデニムって選びにくかったんですけれど、こうすると意外と私も履けるかもしれないと今その気になっている自分がいます。履いていただけます、はい、やはり百貨店 の、 強みとしては人、ここで皆様に接客させていただいている販売が百貨店の強みなんですね。そしてこのフロアには札幌の人気パン店コロンとフランスの調理機器メーカールクルーゼが組んだカフェがあります。道産食材の料理とワインが売りです。地元の桜マスと、あと季節のアスパラを使いましたペンネグラタン、それと私どものコロンのパンを一緒にご用意しております。この観光スポット店は3年前のフロアの改装に合わせてオープン。ランチにはお得なセットメニューも。買い物だけでなく館内で長く時間を過ごす女性客を取り込む狙いです。この丸井さんの立地ってすごくこうした景色の良さもあると思うんですけれど、はい、これから例えば他の階でもこういった外も楽しめてお買い物の合間に足を休めるような場所って増やしていきたいっていうようなところがあるんですか？はい、そういうふうにお客様にたくさん時間を使っていただけるようなことをやっぱり考えていきたいというふうに思いますね。